どうもドズルです。はい、ということで本日もこちらドズラジお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日のテーマは最近私が見ためちゃめちゃおすすめの映画について話していきたいと思います。最新作ではないです。多分普通にツタヤで借りてきたんでめっちゃ面白かったんで今日はそのおすすめ映画について話していきたいと思います。で、映画の名前はゲットアウトっていう映画です。ホラー映画なのかな、ミステリー&ホラーみたいな、感じの分類の、映画だと思うんですけれども、結構ね内容がネタバレになっちゃうんで、ネタバレ要素なしで話すと、まあホラーなんだけど結構笑いどころもあるんですよね。コメディ要素もあって、まあコメディっていうほどコメディじゃないかもしれないけど、笑う要素もあって結構面白く見れて、しかもずっとハラハラできるみたいな、なんかね不思議なんですよ。で、背景としては、黒人差別問題が一応背景としてあって、その白人の女性と、黒人の男性が付き合ってて、で、白人女性の実家に、黒人男性をこう彼氏をね、連れていくっていう、そしたらなんかちょっとなんかみんなの様子が変になってみたいな、まあ、そういう、話でございます。で、それでこの映画の何が優れてるかっていうと、まず一つは話がきっちり完結するんですよね。ホラーとかスリラーとかって結構こう最後ぼやっとしたりとか、結局伏線を回収しきれなくて、なんかそこはもうご想像にお任せしますみたいなところがある映画ってあるんですけど、もうこれはねもう見たら爽快、すげえ最後うわーっていう感じで終わるんで、すごい気持ちよく、見れましたっていうのと、あとちゃんと怖い、ドキドキするんですよ。しかも最後だけ怖いとか、こういわゆる幽霊が出てくるところだけ怖いっていうよりは常にドキドキしてる。何が起きてんの、やばいやばいやばいみたいなそれがずっと続く感じ、すごいねハラハラして見れて面白かったです。あとやっぱ私が結構好きな映画でしたね。好き嫌いは多分いろいろあると思うんですよ。アクションが好きっていう人もいると思うし、考えさせる内容が好きっていう人もいると思うけど、なんか結構こうしっかり脚本を作られてて、ストーリーも背景もかなりこう面白いなっていう、その人間のなんていうんだろうな、その人間の本質をすごいうまく捉えて映画作ってんなっていうのがすげえ面白かったんで、もしね、今日の話で興味ある方は見ていただきたいなと思います。これもっと話したいんだけど、もっと話すとネタバレになっちゃうんですよねネタバレになっちゃうんで、まあ、ここら辺にしときます。もし興味ある方は、ぜひ見てください。これで魅力伝わったかな、魅力伝わってないかも気になったらゲットアウト見てみてください。はい、ということで、じゃあ本日の、動画は最近私が見たおすすめ動画についてでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。